健一です。今回も動画をご視聴くださいましてありがとうございます。今回はですね、 DOD というメーカーのタープを購入してキャンプをですね始めてみようと思ってるんですけど、残念ながらコロナ禍中っていうことがあって、キャンプ場に行くっていうのはなかなか難しいのかなっていうのがあるので、ちょっとこういうスペースでですねタープだけ買ってみたので、一度ですねタープを張ってみようと思います。で、これをするのは本当に初めてなので、初心者がタープを張るといったところを見ていただけたらなと思います。で、タープの方はですね DOD のいつかのタープを購入しました。購入したのがこの DOD のいつかのタープというやつです。これいつかって書いてますね。これをちょっと開けていきましょう。タープ本体と支柱とペグですねがついてます。ちょっともうちょっと出してみましょうか。タープの中にペグも入ってます。ペグとメインロープと入ってますね。すげえ。よいしょ。
遠くに打ちすぎたな。なんかあれやな、ほんまはこの辺に立てなあかんねやろうけど、場所がなさすぎてね。うん、できた。え、こんな感じなの。ではここまで完成したので、今日はですね、りんちゃんのスープパスタ作っていこうと思います。よいしょ。材料も切ってあって、中にはですね、椎茸と玉ねぎとベーコンと入れてます。アスパラとかがちょっと売ってなかったので、そのままで。じゃあもうね、オリーブオイル直接かけちゃいます。おろしにんにく少し入れます。よし。そしてで軽く炒めていきましょう。水 150cc 投入します。でコンソメを1個入れます。煮ます。クリーム、やっぱパスタ1本じゃないと厳しいかな。牛乳200入れます。スライスチーズ忘れたので、とろけるチーズ入れます。
出来上がりましたが、スープの量がミスったな。チーズが多かったかな。なんか娘が横にいたので娘の分も。はい。じゃあアルコールして、はい。この後コーヒーを飲んでですね、タープの方を設営する様子なんかも動画にしていこうと思ってたんですけども、途中で雨が降り出してしまってですね、このまま慌てて撤収という形になってしまって、最後の締めの動画を作ることができませんでした。ということで今回はですね、いつかのタープを立ててみて、そしてそこでですねスープパスタを食べるということをやってみました。またですね、こんなキャンプ動画もやっていこうと思いますので、よろしかったらご覧ください。それでは今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。